消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがあらーこちらです。あー光ってる、やばい、ピカピカ。まあ、チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、サブチャンです。で、そちらのサブチャンが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブもチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、翔平 TV です。お願いします。というわけでね、本日はですね、最近の翔平 TV のお話をしたいと思います。まあいろいろあるんですけども、つい1ヶ月前ぐらいちょっといろいろありましたね。まあこういう話もちゃんとしなかったんであれですけど、まあヒロト君がね加入してから4月からね、社会人になってヒロトがねいろいろこう、まあ仕事慣れないとか、まあそういうのでね、まあ仕事が始まったってのもあって、まあミスが多くなったって話なんですけど、まあそれはもうしょうがないですよね。正直ね、しょうがないんで全然いいんですけど、2回目、何度も繰り返せないようにたくさん彼には伝えてあります。でもう大丈夫かなと思います。はい、まあ彼ももがいてる中なんで、大人の僕らはあったかく見守ってね、いければいいなっていうふうに思ってます。だからあんまりこう動画出してますけど、ああいう謝罪系の出してますけど、それはもう彼らが自分らで撮ってる映像なんで、最近の動画、そうですね、最近の動画なんですけど、結構ね彼ら主体のね、あの撮影が多いので、僕はあまり口出さないようにしてるんで、最近の動画ね、あのつまんないとかね、あ、オワコンだとかね、あまり言わないようにしてください。お願いします。はい。それはしょうがないです。彼らがほぼ初めて企画をして、やっていることなんで、ちょっとあったかく見守ってもらって、まあ、まだ至らないところたくさんあるんですけど、僕も含めですけど、至らないところでいっぱいあるんですけど、ちょっとあったかいコメントをぜひともお願いしたい。はい。まあ、何事もね、皆さんもそうだと思うんですけど、何かを新しく始めて、すぐにマスターできる人っていないと思うんですよ。失敗を何度もして、ここからだんだんこう成功に向かっていくみたいなところがあると思うんで、まあなので、まあヒロトが今やらかしてるのもまあしょうがないなっていうふうに思いますけど、見てる人も中にはね、あの社会人とかいると思うんで、まあそういう人もね、そういう人にも伝わればいいなって思って動画出したみたいです、彼はね。はい、最近の動画はまあ本当にヒロト君と良平君の企画を、まあ僕はいる時もありますけど、まあもう好きに自分らのやりたいことをやってみたいな、今まで俺らと一緒にやってたことを踏まえてとか、なんか新しいなんか知識があればね、ひらめきがあったらそれ撮影したらいいじゃんって、まあ、本来 YouTube ってそういうもんなんで、まあ、ガチガチに編集とか撮影とかガチガチに僕はやってますけど、彼らなりのやり方をちょっと見てみたいなっていうのもあってやってもらってます。でまあ彼らにやってもらってますけど、まあ、サムネも編集も全部もう彼ら任せなんで、すごいこう変わったかなって、あ、翔平さんじゃないんすねなんて思ってたら、彼らは俺が伝えたことをそのままやってるから、まあいいんですけど、そこからもうワンステップ上げるにはちょっと新しいこともやってほしいなと思うんで、これからいろいろ指導とかさせてもらうと思うんですけど、まあ、でもこれからいろいろ撮影を新しいことしていきたいなって思ってますし、まあ、コロナがだんだんこう落ち着いてきてるっていうのもありますし、まあ皆さんね、まあ、今グラウンドいますけど、いろんな方がもう楽しく野球してますし、まああと、まあ、結局ヒロトが入ってから大体8月までっていう話なんですよね。ヒロトが加入はしてますけど、期限は一応8月までなんですよ。なんで正直俺もね、ちょっと悩んでる部分があって、正直ですよ、正直悩んでる部分があって、ヒロトは8月になったら、8月終わったら、9月からは多分翔平 TV から離れてユーボンとやりたいって言ってるんですよ。全然それはそれでいいんですけど、大井チャンネルから離れて、まず今埼玉いますけど、大阪帰るんですよ。ヒロトとユーボンはもう別々、埼玉大阪別々になるんですよ。別々になるんだけど、彼は一緒にやりたいって言ってます。ユーボンチャンネルの動画を出すってことなんですよ。いわゆるね、これが出していく、翔平TV に関わって撮影とか編集とかしなくなるってことなんで、まあ、それはそれで、まあ、まあ彼が選んだことならしょうがないんですけど、心配してるのは今こっちに来てるから一緒に、まあ、撮影もできて、まあ、グラウンドも撮れて撮影とかできるけど、彼が一人の時って部屋でグローブ障害をしてるとか、翔平ズの試合に来てカメラ回してちょっとこう画質の悪い画質が映像をこう試合動画出してるっていう
イメージだった。今後どうなるのかなっていう、まあ、修行してくれてるからいろいろ学んでると思うんですよ。その中で離れて別になってあいつ一人でできるのかなって思うんですよ。ってすげえ思って、別にマルチでやったっていいんだけどいっぱいいっぱいになるかなと思って、今の翔平 TV の感じでさえもうきついのに、ユーポンチャンネルにさらに入ったらさらにきつくなるんじゃないかっていう心配があります。かといってユーポンチャンネルだけに行くと、まあ、結局ねヒロトは仕事を始めたんで土日休みなんですよ。ユーポンは大阪行って、まあ、仕事するのが分かんないですよ。大丈夫かなって、うん、撮影できんの君ら、まあ、ユーポンはさユーポンズとか作ってからいいですけど、ヒロトの場合はないですよ、そういうのがね。大丈夫かなってすごい心配してます。一緒にそのチャンネルを運営していくってだけで、もう本当に年に何回かしか会わないと思うけど、会った時に撮影をするぐらいだと思うんですよ。まあまあまあ、まあ、本当に不安なところがたくさんありますよ。今後どうなっていくんだろうって不安がありますけど、翔平 TV にほぼいるんで彼は、だからもうこのままいればいいのにと思いますけど、動画内容どうなるかって言ったら多分ヒロと一人で何かをやるっていうのは多分また多分室内で撮影になると思うんですよ。で彼がどう考えてるか聞いてもやっぱりなんか確かにみたいな、 どうすんのみたいな、どうせ一人で家でグローブ紹介だけになっちゃうよ、そうですねみたいな、確かにとかね、それでいいのかなってすごい思います。彼が決めたことなんで何も言う必要ないと思うんですけど、彼の目標って YouTuber として有名になりたい、この YouTuber として有名になりたいっていうのが彼の目標なんですよ。そのために一人で今までずっと家の中でねグローブ撮影とかしてましたけど、もう限界があると。で UFO チャンネル入りました。 UFO チャンネル入ったけどただ名前だけ使ってるだけで UFO に全然会ってない、1回か2回しか会ってないみたいな状況なんですよ。それでユーポンチャンネルで活動してますっていうあれになるのかな、もうほぼ翔平 TV じゃんみたいな、すげえ言われてるんですよね。まあ翔平 TV 離れてって前言ってたんで翔平 TV 離れてもらっていいんですけど、結局撮影するには僕らがいないと撮影できないよなってすげえ思います。毎回コラボするんですかって話なんですよ。ユーポンチャンネルとコラボなんかっていうところなんですよ。別で戦うなら別でやるしかないんで、何か彼はね策を考えなければならないっていうところがありますね。まあもちろんね、9月からはちょ離れてやっていくっていうふうに言ってるんで、僕らはもう彼に教育料をもらってるわけでもないし、その時間とかも本当プライスレスで半年以上無償でやってるんで、何もないところから本当にもう編集も覚えたしね、撮影も覚えたし、まあ、彼の考えてることが分かんないんで、とりあえず今すごい悩んでるっていうのがあります。はい、まあ、今回ちょっと長くなってたんで、まあ、この辺で終わりますけど、なんかまたこういう語りシリーズ、やってほしいなと思った方は、コメント欄お願いします。まあ、半々ぐらいで奴らにあの企画をやらせるっていうのもありますけど、まあ、経験としてねやらせるってありますけど、僕の方もどんどんあの企画参加してというか企画を考えて僕主導でやっていく企画もこれから再開していくので、ぜひともよろしくお願いします。翔平対外試合や紅白戦もしくは撮影とか結構やってるので、埼玉でやってるんで、埼玉、入間、狭山とかでやってるので、もしねあのお近い方は一緒に野球やりましょう。気軽にね、ほんともう年関係ないんで、年ももう男女も関係ないんで、あの気軽にあの連絡もらって参加しに来てください。今もう40名50名グループ入ってない人いたら多分100名以上かなはもう一緒に来てやってるので、まあ、もしね一緒にやりたい方、もしくはね高校野球終わって大学生になりましたやっと行けますって方はね、ぜひとも連絡お願いします。はい、というわけで終わります。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。